ダメだった。いや、これキーボードが多分ね、いけないんだと思うんだ。全然悪くないと思うんだ。いや、叫ばなかったらよかったんだよな。叫ばなかったらそのままプレイできたよね。いや、もうさっさとやっちゃうよ。いや、これをね、このね、動画を待ってくれてる人がね、ちょっと少なからずいるっぽいので、ちゃんとクリアしたいなと思います。ちょっとここで隠れてる。なんだろう、しゃがめないの？やっぱキーボードおかしいのかな？どれぐらいここで待ってたらいいかな？さ、この間さ、すぐ出たらさ、襲ってきちゃったんだもん。来てるんだけど。ここにいてんの？今いたよね。地までは来ないんだ。え、しゃがんでいきたいんだけど。確かめよう。はい。本当に？大丈夫なの？キャシー、大丈夫かキャシー。カワイ。びっくりした。今、センハ。自分の声にびっくりしたね。ついに彼女は除霊されたわ。あ、そうなの？助かったの？安心して、彼女はもう大丈夫です。すぐに目を覚まします。キャシー、なんかちょっと。これはエロいぞ。これは好き放題できるぞ。最好我同ちょっと待って、その後キャシーと、なんだっけ、クーロン城と読むんだっけ。再び戻ることはなかった。これ読み切れないな、多分。よかったのはこの事件によって俺たちが付き合い始めたこと。待って。喺老細嘅安排之下，付き合えたの？キャシーと？できんじゃん。一直留喺 office 做。エロいことできんじゃん。しかしキャシーは時々振る舞いが変になった。おそらく彼女がまだ恐怖を感じていたからだと。我收到嘉慧一則奇怪嘅 message。之後就點都揾唔到佢。練習に移動させてもらった。呢幾日收咗工，我都會繼續留喺 office。半ヶ月経ってもそのままだ。希望可以揾到一啲有用嘅線索。4日前キャシーから奇妙なメッセージを受け取ったが、その後彼女とは音信不通になった。あ、読み切れなかった。最後読み切れなかった。怖い怖い。何これ。これ、シュカイプってやつじゃない？シュカイプ。シュカイプにそっくりでしょ。これなんて書いてあるんだろう。あ、びっくりした。今叫んでないよ。缶コーヒーを買って頭を整理しよう。はい。でもさ、この部屋が怖くない？何これ？こんなことやってると酔うよね。これ汚いな。なんかアイテム的なのある？あ、びっくりした。ついたよ。私の財布。あ、私の財布か。これないと買えないのね。なんかちょっと部屋ね、探りたくなる。あ、でもこっちが出口か。お、いいやん。ウォーターサーバーあるじゃん。からえ、これもらえる。缶コーヒーじゃなくてお水にしません？ここ隠れられんのかな？そんなこともなく。あ、なんか調べられるよ。長い。番組出演契約。本契約は、クーロンでいいの？02。何？大変だ！大変だ！読めないぞ！これ生放送的なやつだよね、多分ね。
ビリビリで見たことあるもん。はい。わかんないけど、番組シリーズの能力者兼顧問。番組制作への参加、契約期間中に少なくとも年6回チームに同行して野外撮影を行う。6回も行かなきゃいけないんだ。期間中番組の内容に基づき撮影場所の提案を行わなければならない。また事前の撮影会議に参加しなければならない。電話会議か。よく分かってないって。よく分かってないけど。出口こっちだっけ？これだね。これさ、いきなりいないよね。あ、でもキャシー除霊されたから大丈夫か。長いよ、いっぱい長いね。ゴーストは身体的な理由により霊界脱出ゲームの特別ゲストとして出演することができなくなりました。あ、ゴーストは多くのファンを抱えています。あ、ゴーストっていう、あれ？グループ的なんだっけ？この情報を配信する際に視聴者がチャンネル登録を取り消さないように。あ、ゴーストってあれか。YouTuber 的なチャンネルなのかな。何かアピールする方法を考えてください。また番組に出演してくれる別のサイキックマスターをできるだけ早く見つけなければなりません。紹介できそうな知人、友人、親戚などがいる場合はお気軽にお知らせください。紹介してくれたら、ボーナスを、これ何？くれるんです。くれるってこと？認定、認定、認定。今日のアフターヌーンティーをおごるぞ。そうか。じゃあ頑張るか。ほら。あ、でもコーヒーを買いに行くんだったわ。じゃあ行けないな。全部ロックされてんの。どっちで？何これ、ここ怖くない？めっちゃ怖い。こんなところにコーヒー売ってないでしょ。こっちにコーヒーないよね。ここ走れないんだ。しゃがめない。れ、どこだ、コーヒー。コーヒーなかった。コーヒーなかったよ。迷子です。今叫んでないと思う。よかった、あった。これ食べたい、食べたい。おせない。これ食べたい、食べたいです。ダメよ、音にびっくりしちゃうんだよ私。コーヒー。戻ってキャシーの手がかりを探そう。はい。じゃ戻るか。走れないみたい。電話。どこだっけ？普通に開いてるじゃん、ドア。電話どれですか？電話どれ？どれ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 ？自分の席？ちょっと待って、切れないで、まだ。ね、電話探してる。ちょっと遠くなった気がする、電話の場所。電話どれ？どれが電話？ファックス。電話が分かんないんだけど。電話普通どこにある？俺じゃん？想唔想揾翻家位啊？你到底边 Q 过？お前は一体誰なんだ？乜咁冇记性あなあ？たは忘れっぽいの？之前喺城寨，ヒロン城であなたたを命救を、过你一命。あなたの命を救ったでしょう。誰你が誰听だっ我け？讲先啦。你哋公司上次系唔系买咗一爸爸，只爸爸，私の話を聞いて。あなたたちの会社、あ、ちょっ入と読面めな有かっ部た。DV 機。中のカメラは呪われているのよ。就系你上次喺城寨用嚟拍嘢嗰ヒロン部城の撮影で使ったものよ。但凡被嗰カメ部ラで撮影さ DV 機れた人過も嘅人，呪われてし都まうの。会そう动なの。手就。唔信啊？你你就去見揾見下到之咩前啦？影录啲嘅嘢見片，て。近カメラ見趁眼睇下咯。
ファールームで予備のハードディスクを。ファールーム？ここじゃないんだよね。ここはサーバールームじゃありませんよね。え、でもさ、鍵閉まってたよ。鍵あんのかな、この部屋に。やばい、これ酔うわ。ね、鍵くだちゃい。うん。あれさ、出たらさ、全部開いてるとかあるかな？怖すぎるでしょ。さっきロックされてましたよね。次を探しに行くぞ。ああ！なに、どれ、開いた開いた。なにこれ、超怖くない？赤いじゃん。今の、叫んでないと思うんだ。ほら、叫んだ判定は、あーっていうやつが叫んでるからね。どれ。お、ハードディスク。お、もらいます。戻ってコンピューターにつないでみよう。え、勝手に行くの怖っ。こっちはロックされてんだ。一個ずつ開くのかな？怖いや。自分の席に行けばいいのかな。ポテッチャ。これはこうなっ、あ、できた。いきなり出てこないよね、画面いっぱいに。又到咗逃出臨界點。すごい、これ見たことあるぞ、この画面。我係阿海。どうも、はいです。今日我哋嚟到呢個地方。今日は君が悪い場所に来ています。又咪好鬼重啊。是传闻中粤剧花旦分尸案的现场。現場です。我而家就带大家去参观下。ご案内しましょう。行きたくないじゃん。え、動けるんだけど。なんで動けんの？勝手に動いてよ。やだよ。出てくんじゃんこれ。しかもめっちゃゆっくり。どこ行く？まっすぐでいいのかな？やだ。え、失礼します。出てくるでしょ、絶対。もう嫌だよ。ちょっと待って、目つぶってる。出てきた、出てきてない。何今の音。の新劇団での初出演記念。何、これ何起こるの。何が出てくる？これ何？わ？あ、7か。わ？わかと思った。7だよね、多分。わじゃない。え、ちょっと待って、何もなくない？ちょっと待って。ん？どこ見たらいいの？ない？細かく調べよう、観察してみようってあるんだけど。これなんだっけ？はい。ケツばっか見ちゃう。何もなかったんだけど。いいって。やだよ、もうこの汚い。汚いけど、のぞ。このさ、ヒューンって音もほんと、え、びっくりした。何これ、あ、これ、さっきから臓器じゃん。7だったんだ。和じゃなかった。心臓、肺、何意味だろう。これ何、覚えた方がいいのかな。結構長く配信できんじゃん。こっちなんかないのかな。いや、なんもないね。コメントちょうだいよ。流れてこないじゃん、コメント。あんまり人見てないじゃん。超だよね。うん。え、これ覚えた方がいいのかな。使うっぽいよね。今んとこ
覚えてるよ。7が肺、3が腸、4が心臓。これ以上は覚えられない。でも、なんだに怖い。綺麗な人なのになんか怖い。やるのかなこれ。全然読めないけど、全然読めないけど、これ数字とかじゃないよね。私さ、この E ってあるやつさ、このリンゴ調べんのかと思った。ああ、やっぴんコメント来た。元屋なら高く売れるかもよ。本当？じゃあ、もらえないの？でも。やだもう！やだ！人形か。取ろうかと思った。でもあれ使うのかな？こっちから来たのか。これは開けられない？開けられないね。あれ、こっち知らん、あれ、こっちから来たんだっけ。あ、そうかそうか、もう分かんないんだ。あ、じゃあこっちの扉は、ああ、開けられない。これでやったら開けられそうだね。いい、私の卒業、職業を忘れたのかい。あなたの歌声にふさわしい美しい体を授けようじゃないか。え、知らん知らん。なんていうの？八影？オッケー。図がなんかこれの通りにやんの？あ！うんうんうん。なるほどね。どうやればいいんだ？この離れてるのは4だもんね。46の次が4で7。一番下なんだ。47があったけど、3は一番下でいいのかな。3がないもんね。47。あ、これ拾えるんだ。あ、じゃあすぐ見れるね。473だって、まあ覚えてるけど。やるぜ。あ、見ながらできた。せっかく覚えたのに。フリーちゃん覚えてますけどみたいな。待って待って、え、何、順番になんか押すの？待って、この1番どこにあるの？ああ、あったあったあった、ごめん。どうするの？ピックできる？あ、ダメだな。戻っちゃった。え、歩く。あっ！あ！あれ？これでいいのか。難しい。あ、これこのまま動いちゃった。あ、いいのか。お、これちょっと操作がさ難しい。操作が難しいんだよ。これをどうしたらいいんだ。こうか。あるんだ。ちょっと待って待って待って、ちょっと私ね、操作がね慣れてないんです。これは話す話してるんだよね。これいいんだよね。これめっちゃ時間かかる、私がもたもたしてるから。これは何、これはしなくていいんだっけ。あ、何番、これは6なのか。
ル 8? あ、そこ8だ。こうだ。こう。待って。これは、これ3か。3だから、話すのかな?間違えた。ナイス。こう。これさ、やったらなんか出てくるんでしょ?で、これは、7だったっけ ?7 だよね。7だったから、受ける、こうで、これなんだ?これは、4か、4だ。4だから、話すのか。話す、くっつける。で、こっちは、6だから、あれこれは6。あ、このままでいいのか。何もしなくてよくて、2番は、2番も何もしなくていいのかな?あ、間違えた。これか。あ、やだ、なんか始まっちゃった。ああ!なんか出てきたよ。ねえ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 。どうすんのどうすんのどうすんの?開いてるー。こんにちは。自分操作できんのやだよ、怖いよ。もうこれ、これ勝手にさ進んでほしいんだけど。いい、すぐに舞台に復帰できるよ。舞台なんかやってたの？これ調べたからこれでいいのかな。あ、まだある。あ、はめられた。ましたけど何か起きてますかね。前世で死んだ者が来世で生を受けるまでに、何これ、中院、中院という存在になる。中院になれば物事の全てを認識できる。中院の寿命は49日間だ。その後は また次の存在へと生まれ変わる。この49日間が死後の中で最も重要な期間だ。これをどう考えたらいいだろう。裏は十分に才能がない場合彼は噛みつくと書かれている。4だ。何これ。あ、調べられた。お、この壁は壊れそうだ。壊せないの？何か持ってくるのかな。なんか持ってきて壊すんだろうね。なんかこの辺壊せそうなものありそうだけど。壊せない。ありがとうございました。またねー。